伝統的なこう今まで持っているバレンチノの美しさと、まあ、そこにこう毎年こうショーなどで加えられるこう新しい風、すごく2つの風がこういつも舞っている感じがします。伝統的なこう今まで持っているこうバレンチノの強さと、そこにこう新しいこう息吹がいつもこう渦巻いている感じがします。決してなんかいつまでも古くならない感じがします。一番はいい素材であること、それがこう一番肌に触れるものなので、その肌に触れているものがやっぱりいい素材であると一日とっても健やかでいられるし、であとこうファッションで言ったらこうスポーティーなものにエレガントなものをこう加えるとか、エレガントなものにスポーティーなものを加えるとか、やっぱちょっとバランスを崩したファッションが好きですね。こう一貫してない感じが、やっぱどっかにこう異色のものをふっと入れるのが好きです。私は女優を目指してたわけではなくて、子供の頃一番最初に目指したのはモデルさんだったり、ファッションモデルだったんですね。で11歳の時に、まあ、この世界に入ったんですけど、その時に本当にバザーとかもうあらゆる海外のファッション雑誌を読み漁る、11歳だったので、もうやっぱりその時の自分のイメージっていうのが、その頃にいたファッションモデルだったりとかカメラマンだったりとか、その人たちに影響されている部分が今もすごく強いんじゃないかなと思いますし、自分が一番も強く大きく持っていた夢っていうのがファッションモデル、ファッションに携わる人だったっていう感じかな、うん、それがなんか運命がいたずらをして女優さんになってました。はい。